はい、それではやっていきたいと思います。マリオ&ルイージ RPG。 これ何、古いレコーダーが再生しましょう。我々 X 文明研究隊がこの島に到着してから第1週間、我々はこの島に吸い付いている謎の生物を XG と名付けた。彼らは私たちと同じ会話言語を使用するが、その内容は理解しがたい。はあ、サイデッカ。このカニは無害？このカニ無害？あ、カニ潰れた。あ、こいつら、あ、話せるんだ。わし、夕日になりたいんじゃ。嘘だ。お、回復。いいね、久々に会った。これなんだ？炎と雷？炎と雷？なんか、わし、この島の南東にある石垣の秘密、これも喋らんよ。石垣の穴に炎と雷をお供えすると何かが起きる。なんて絶対喋らんよ。王様って美味しいか。おお、なんか、えらく特徴的な奴らが住んでるようだね。そんなわけで、ラリーブローク。ワン、ファイブ、ラリー。ラリー、ラビット。あう。赤くなった。わしはこの島におっぱい村を作って、おっぱい村の村長に立候補するかもしれん。壮大なローマ。任天堂。実況者殺しだ今のは。こっちはファイヤーパレス、あっちはサンダーパレス。じゃあファイヤーパレスから行ってみたいな。わし疲れた。ファイヤーパレス、この先の部屋でファイヤーマスターに出会ったらどうすんの。知りません。大丈夫、マリオといえばファイアボール。つまり炎のプロだ。わしはわしである。宿題だ。何？おお、あ、大きくなった。誰だお前は。ようこそようこそファイアパレスに。ようこそ。待ってましたよ、ずっと待ってましたよ。いや、待って待たされましたよ。なんて言ったってここに人が来るのはもうかれこれ3000年ぶりですからね。いや、待ちくたびれた。まあそんなことはどうでもよし。で、ここに何しに来たの。さあ、ここは、うん、ここは、あ、あれ、ここで何するところだっけ。我は何するつもりだったの。あれ、あら、あ、ここはどこ、私は誰。いやー、さすがに3000年も人が来ないといろんなこと忘れがち。あー、まあ好きなようにしてなさい。 OK、 じゃああれ壊してみよう。おー、何、熱い。お、何、何、お、俺のこの手が真っ赤に燃える。勝利をつかめと轟き叫ぶ。ほんと、ここはハンドパワーをマスターする炎の神殿ではないか。いや、待ってましたよ、ハンドパワーでしょ。それも炎のハンドパワーのファイヤーハンド身につけたんでしょ。でしょ、何も言わなくてもそのポーズでわかるよ。お主にファイヤーハンドのアクションを伝授しよう。 R ボタンでハンドパワーを選び、A ボタンを押し続け、エネルギーが溜まったところでボタンを放つ。さすれば炎の波動を解き放つことができよう。では一度試してみるがいい。ほうほうほう、マリオはファイヤーハンドをマスターした。いいんじゃない、力
近くに火がつきそうなものがあったらこのファイヤーを試してみればいいんじゃない？さらばだ。炎がつきそうなもの。炎がつきそうなものね。なんかまたいろいろ試してみるか今度ね。どっち行けばいいんだろう。とりあえず多分炎が試せるところだろ。ああここか。これに OK。 おお分かった。これで合流すればいいんだな。おとおとってことは、そのさっきのサンダーの方を弟が身につけるのか。開いてないけどね。開いてないんだけど。あっち側にあるのがサンダーパレスっていうことか。じゃあそのあっち側に行けばいいんだな。あっち側。よし、あっち側。ここで何もないぞ。まだ足りないのかな。ここファイヤーパレスじゃん。あっちってのがどっちかちょっと分かんないけど、あ、ここか。サンダーパレス来たよ。疲れた。オーケー。いぜサンダーパレス。サンダーパレスに迷いし者よ。ここは選ばれし者が自分の心と技を鍛える場所である。どうやってここに入り込んできたのかは知らぬが、我はお主に用はない。早々に立ち去るといい。アディオス。バチバチってなるよ。お、弟。キピーン。おお、おお、か勝手に砲撃に触れるとはなんとずずしいやつ。しかしその砲撃に触れてあのようにカッコつけていられるとは。お主にはサンダーハンドの素質があるのやもしれん。よろしい、お主にサンダーハンドのアクションを伝授しよう。まず R ボタンでハンドパワーを選び、サンダーサンダー使用をしたまくね。Aボタンを押し付け、エネルギーが溜まったところでボタンを離す。バチバチさせれば雷の波動を解き放つことができよう。オーケー。サンダー。サンダー。バチバチ。ルイージはサンダーハンドをマスターした。うん、よろしい。近くに電気が通りそうなものがあったらこの力を使うがよい。やれやれ、すっかり目が覚めてしまったわい。おバイバイ。サンダーサンダー。お、これでハンドパワー。これちなみに溜めすぎたらどうなの。使えるのか。じゃあこれはもうぜひとも兄弟間で試すしかないね。なあ、おっほほ、うん、レッツゴーエマサンダほほほ。あ、まだまだまだ喧嘩になっちゃうな。ブラザーアクションをまだ覚えてないわけか。よし、まあいいだろう。よし、じゃあ続けて進んでいくしかないね。弟でバチバチ。
土管がある、土管があるということは、つまりはそういうことは、あ、違った、別に落ちていいだけど、何クスオーシャン、ダイビング初心者の心得、海底ではソロジャンプを行うと泳ぐことができます。はい、あ、セーブブロックまで飛べない、ぶつけるしかないのか、よし、セーブします。 OK、 あ、ほんとだ、泳ぐと少し早く動ける、これ、あ、サンダー、じゃあサンダー、炎か、違う、あ、ついた、座標がずれてただけか、うわー、なんか見慣れない敵がいたね、今どこにいる、そこにいるのね、 OK、 あー、戦闘入っちゃった、なんかゲッソーじゃん、可愛いです。あ、まだ身につけてないわけね。クリダイバー。オーケー。オーケー。ノックバックブロス。ハイテクブラザーズガードバンスコマンド身につかんかな。いかがなものかと、直視は普通に、あ、決まって、あー、しまった、普通に撃っちゃった、いいや、イカーちょ、イカちょっとうかつ、ハンド、あ、ためて撃つんだな、届いてないか、普通に、やばい、閉まらないね、で、経験値多いね、おー、いいね、3プラス3、美味しいです、あれよね、飛んでればいけるよね、普通、いや、あの泡ブクブクしたところに湧くってことも分かったから、泳いで、あのリングが多分気になるが、とりあえず一通り見て、こういうのがあるからいいね、レベルアップ、ディフェンス、オッケー、ちゃんとキノコ使っとこう、これ燃やせないかな、燃えないな、違う、俺それそういうことがしたかったね、この短時間で早くも忘れてたけど、これを取りたかったんだ、じゃあ左下のリングを組むか、リングっつうかアーチだ、これ電気だろ、クラゲ仕事します、嬉しい、あ、当たっちゃった、危ねえ危ねえ危ねえ、
そういう罠もあるのか。届かねえ。届かねえ。Oh no! あ、必要性があったりなかったり。火邪魔だな。通れねえ。じゃあ通れるところから通ってく。ハンマー。覚えたよ。その順番で火をつければいいかな。地図今どの辺におる。とりあえず左下な。よーし、セーブがある。よーし、上に登ります。地層を見る限りかなり深いんだな。その頃マメリア王国の国境付近では、なんか最初の頃だな。ここあらゲラゲモーナ様、こいつでもいいルルか。もう誰でもよい、早く早く。まさか、あー、おいおい、やばいんじゃないか。それは仮にもラスボスだぞ、クッパは。歴代マリオの中で。おう王子、いや二人ともずいぶん探しては大変な目にあったね。わあ、スタービンザー4つに分かれてあちこちに飛び散ってしまった。スタービーンズを一緒に探してくれるって。もちろんそれはありがたいんだが、実は君たちにはマメエリア国際空港へ行ってほしいんだ。実はね、ビーチ姫がこの国にやってくるんだよ。え、あのビーチ姫のライマメとなればこの国も一大事さ。ということで姫たちのお出迎えには君たちも列席してほしい。すぐにマメエリア国際空港へ行くんだ。あの爆弾声のまんまで。え、なんとなく場所はね、覚えてる。覚えてるというか、なんかそれっぽいのがあった。いつだったかどっかで。こういうのはちゃんと取っていこう。 Oh no! お前らなんかどうでもいいだけだ。軽く消してくれるわ。起動させたらなんかできるんだよ。で、その先には何があるんだろうね。お、セーブポイントとブロック。
難しいよな。極力早く反応しようとしてもちょっと難しいもんな。よし、セーブ。それではぼちぼちですかね。ちょっと早い気もしますが、いや、マメリア国際空港をちらっと見てからにしようかな。 ピーチ姫は乗せた飛行機。ほう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 。マリオさん、ルイージさん、マメバーがお呼びです。待ってよ、ちょっと、あれ、スーツケース、どうした、豆バー。おお、マリオブラジャーズのアハルミーの活躍、マメラ女王大喜びぞえ。ところでビーチ姫を迎えるにはちょっと問題が発生ず、この滑走路にパックンフラワーが根を張り寄って、このままでは飛行機の着陸ができんぞえ。おお、ようやるわルイージ。え、手入れがなっとらん。まあ、ゲラゲモな問題でそれどころではなかったぞ。とりあえずパックンフラワーをなんとかしろと。いいティータイムだ。燃やしてしまえばどうだろう。これ先制は取れないよな。おお、よし、これを繰り返すのか。これ繰り返すのかな。まあいいけど。